はい、ということで、じゃあ続きやっていこうと思います。前回でね、ようやくこの、学校があるテーブルシティという街に到着して、ネモちゃんがね、テラスタイプの、テラスタルの手続きしてくるから、その間ちょっと街でも探索してなーっていうことでね、ちょっと街の探索からいきます。ここはテーブルシティ、パルディアで一番大きな街さ。ここもなんか屋台かな。どうもどうも、あ、違うね。なんかブティックとかね、なんかお惣菜が美味しいお店があるよとかっていろいろ教えてくれたけどね、もちゃん。スマホカバー、デリバードポーチでスマホカバー買うとスマホの音も着せ替えできるよ。うん、どれにしようか。でもなんだと？お、デリバードポーチ。スマホケース売り場。なんか、ニャンハカバー、ホゲータカバー、クワスカバー、イエロー、ピンク、ブルー。いろいろあるね。てか安いし1000円。ラベンダー、ローズピンク。ホゲータはちょっと高いか。まあちょっとルークカラーにしとくか。お小遣いで買おう。はい。オッケー。面白い。道具。こう普通にあれかな？あ、奇跡の種とか売ってる。物知りメガネ、神秘の雫。そっかそっか。道具ってあれか、ポケモンに持たせるやつか。それ売ってるって言ってたもんね。変わらずにして買えるんや。パワー系もここで買えんの？ボール売り場。アヒールボールが売ってる。ほう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 。オッケー。北には住宅街が並んでる。さすがにテーブルに住んでると学生寮は断られるって聞くね。まあ、確かにな。家から通えってなるもんね。ここもお店？喫茶室なぎさ。なにこれ？スパイシーポテト。なんかさ、飯テロを食らわせてくんな、今回のポケモン。カラリと揚がったポテトにスコビランソースがマッチする。アルファホール、さっくり軽い口当たりが心地よい。苦めのコーヒーによく合うお茶受け。レモネード、レモンは搾りたて、炭酸厚め、ごくごく飲みたい一杯。コーヒー、やや苦めのブレンドコーヒー、香り高いのでガバガバ飲める。あ、いいね、コーヒー飲みたいめちゃ。ケサディーヤ、チーズとハムのみのシンプルさ、サクッとした食感で食べやすい。へぇー、ガレットみたいな感じかな。街が広いでんがな。ここは？あ、サンドイッチっぽいけど。サンドイッチ。具材を購入して調味料を合わせれば。あ、ごめん、考え事してて。僕はサンドイッチのレシピを研究しているんだ。いつかマスターレベルと呼ばれる至高のレシピを思いつくのが夢でね。よかったら君にサンドイッチのレシピを教えてあげよう。あ、ありがとうございます。何のレシピをくれたんだろう。おー、スパイシーサンド。辛味の効いたソースのおかげで野菜の、甘みが生きるサンドイッチ。美味しそう。ジャムサンド。ジャムとイチゴのみのサンドイッチ。シンプルゆえに飽きがこない一品。トロピカルサンド。酸味と旨味のバランスが感じ。マーマレード多めがうまさの秘訣。マーマレードサンド。シンプルかつリーズナブルだがうまい。トーストして風味を足すのもよし。アボカドサンド。アボカドの追熟機能で味わいが変化する飽きのこないサンドイッチ。買わなかったアボカドかな、私今食べたいの。サンドイッチ店か、ここは。ママ食べないの？ここは？缶詰。なにこれ、缶詰って。バナナスライス、イチゴスライス、トマトスライス。あ、これあれか、食材サンドイッチ作るのに。まあ、まだね、ちょっと説明がないからどういう感じなのかわからんからな。ちょっと買わないでおこう。お金は大事です。ここは、あ、ここ入れるかと思ったら入れないや。本日はいかがさ、これは何のお店だ？あ、はい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 。こういうアイテムね。辛い症状っていうか薬局なのか。ここもなんか入れない。入れる建物と入れない建物がわからんな。この辺りに珍しいサンドイッチが売ってるって聞いたんだけど、どこだろう。
とシティって何が違うんだ？大きさ？シティと呼ばれる街はパウデア地方に3つある。1つがここテーブルシティ。へぇー。はい、ムックル。うちの息子。うちの息子がスター団に入ったらしいのよ。楽しい部活なんでしょうね。スター団。ここは何の店？靴センター。あ、靴屋さんですか？ハイテクスニーカー。ハイテクスニーカー、ブラック。レッド。あー！靴の色か。でもなんかまだあれだね。お金がそんなにないから、そんな買えないな。靴はなんかそこまで優先度高いわけじゃないんだよな。ここは？あ、ここ靴下屋さんや。ハイソックス、ホワイト。ブラック。レッド。でもなんか今回さ、スカートないんでしょ？スカート。ねえ。なんでやろ？ここはメガネかな？メガネの里。おー。メガネなぁ。私、キャラメイクであんまなんかメガネってつけないなぁ。かわいいと思うけど。ここは帽子屋さんのしかして。あ、帽子！帽子ちょっと変えたいかも。スポーツキャップ。キャップにしようかな。イエロー、オレンジ、ネイビー、パープル。黄色か。あ、でもグレーもいいね、グレー。カーキ。ベージュ。キャップに変えるか。水。炎、電気。あ、ゴースト。皆さんゴーストタイプ好きだから、キャップに変えようかな。小遣いで払う。かぶる。オッケー。はい。よし。ちょっとスポーティーな感じでね。あ、ここ美容室じゃない？こんにちは。今日はどうしちゃいます？ヘアアレンジ。前髪とかさ、なんか、細かく変えられるわけではないんだよね。ストレート。でもやっぱりな、ストレート可愛いんだよな。ちょっと迷う。ただ前髪がね、ちょっとね、変えられればなおよしって感じ。ミディアムパーマ。あ！あ、ミディアムパーマ。あ、なんかちょっと増えてない？種類が。ミディアムパーマに変えるか。あ、でもこれも可愛い。ギブソンタック。これも可愛い。ツインテ。ソフトカール。多少増えてるの嬉しいね。これに変えようかな。髪色はこのままでいいや。ギブソンタックってやつ可愛い。なんかポケモンのハルカみたいな感じの髪型。オッケー。あ、このヘアスタイルだとお帽子がかぶれない。あ、そうなんだ。帽子かぶれないんだ。へえ。まあ、いっか。小遣いで。おお、お金がゴリゴリなくなるぜ。なんかヘアピンとかなんか可愛いのあればいいけどな。お湯つけられると。帽子かぶれるやつとかぶれない髪型があるんだね。オッケー。ここは？え？バッグ！おぉ、リュック、リュック。ショルダーとかないのかな？まあ、いっか。ちゃんとお金貯めてから来よう。もう5000円ぐらいしかないから大切に使わないとね。ポケモンの落とし物拾いまくって交換した LP で払えばお金がなくても欲しいもの買える。へぇー！ LP 結構なんかいろんな手段でゲットできるっぽいですね。ピクニックショップ。あ、なになになに？テーブルクロスか！おー！
まあ、まだちょっとピクニックはね、できないから、まあ、できた時にいろいろ揃えたいですね。ここは？くつろぎの場、喫茶室なぎさ。あ、さっき見たところか。ほうほうほう。ネット通販。ネット通販苦手でね、現物を見てから買いたいのよ。皆様なんか大事なものとかはネット通販は絶対に使わないな。後悔させません。関東からこんにちは。話題のクレープいかがです？クレープ屋さん？あー！美味しそう！いちごチョコクレープ。関東出身の店主による自慢の味、いちごとチョコのトッピング。いちごホイップクリクレープ。関東出身の店主による自慢の味、いちごとクリームトッピング。これチョコとバナナ。あー、いいなー。いちごチョコ美味しそう。とってもジューシー。串のとりこ。なに？串焼き？ピンチョモルノ。え、何より焼きたてが抜群にうまい。香ばしい香りが食欲。え、美味しそう！焼きおにぎり。え、程よく炙ったおにぎり。醤油ベースのタレが香ばしい。うまそうだなー。これ上に、これ何？レモンの輪切り乗ってんの？え、焼きおにぎりにレモン。美味しいのかな？まあ、でも美味しそうであるけど。私はね、唐揚げにレモンとかかけない派だからな。これレストラン。あ、海の幸のピンチョス。市場が目に浮かぶほど鮮度抜群、盛り付けも美しく映える一皿。アイスコンレチェ、素朴で優しい甘みが心地よい、冷やしても温かいままでもうまい。セビーチェ、酸味が食欲をそそる一品、抜群の鮮度も味の秘訣。これあれかな、実際になんかスペインが舞台らしいんですよね、今回のポケモンって。このスペインで実際にある料理なのかな。スモーク切り身のハーブ添え、豊かな燻香とハーブ香のマリアージュ、香りを食べる一品、シーフードパスタ。具材はその日の、市場次第、ある意味海任せのパスタ。いいね。スペインもね、なんか海鮮美味しい印象ありますもんね。あれ、ここ見たか。美味しそう。飯テロやー。え、ここも同じ？なんか同じ店が3つ並んでない？鮮度一番って。そうだよね。ふんふん。もう大体見たかな。なんかテーブルスキーでいろいろできることが多そうですね。お店も多いし。あ、ここはアイス。ここはアイス屋さんか。うん、同じだね。前回見たの。ここはここもアイス屋さん。これ同じ種類、この同じ商品ラインナップなのは何なんだろう、これは。意味があるのかしら。さあ、学校に行こう。焼きたてふんわり。あ、ここもクレープ屋さんだよね。さっきおじさんが売ってるところやな。ここは？ここも串屋さん。串焼き。よし、行くでー。ん？なんかいる。こんにちは。なんかダサいヘルメットかぶってる人がいるな。君もスター団に入れば、お星様のように輝けるのよ。ん？本当、何なの君さ、仲間と眩しい青春送りたくないの？別に。なんか冷めてる子やね。こっちとら勧誘ノルもあるんだから、さっさとスター団に入りなさいよ。あー、私もなんか学生の時あったな。あの、新入生勧誘サークルの。困ったな。助けるよ。強引な勧誘は良くないですよ。あ、スターダに何かよ。余談規模なら後でね、今お話し中なのでね。私は泣く子も笑うスターダ、君は知ってるよね。知りません。もう何なのよ、君までせっかくスターダに入ったのにこんな扱い底辺じゃん。舐められっぱなしだとダンの面目丸つぶり。勝負する気なくなくない？そりゃそうね。あんたは最初のメガネを見張ってて。生意気な新顔ちゃんは私がお星様にさせちゃうわ。スターダンだけにな。おー、やるか。来いよ。ポーズがダサい。あれ、今回で言うとこのロケット弾的なやつ。あ、出た出た。ネズミ。ネズミボケも謎の。いけ、ジューダス。ジューダスでいいだろう。シルシュル、マッドショート。いいね。
いいね、スター団の。さまだ来るか。あ、終わり。小遣いありがとう。なんなのこの新顔ちゃん、マジ強いんだけど。後輩がやられた。こうなったら先輩である俺、あ、先輩である俺が相手をするしかないのか。ちょっとちょっと何やってんの。あ、ネモちゃん生徒会長だっけこの子。げ、生徒会長。めんどくさいやつに見つかっちまった。もうダメだよ。ムーンポケモン勝負するなら私と。かわいいネモちゃんでしょ。そういうことで、いや、スター団がよ、絡んできたんだよ。え、あ、ごめん、勘違いしちゃった。本当だよ、よく見たらスター団。また強引な勧誘してる。どうもじゃねえよ。なるほどね、本来なら生徒会長としてこの騒ぎを収めるべきなんだろうけど、せっかくだからムーンが超マル秘アイテムで解決して、あ、テラスタルか、ついに。おー、来た来た。テラスタルオーブ。やったぜ。これでテラスタルが使えるぜ。え、ちょっと待って。あれ、なんか進まない。あ、よかったよかった。進まないからびっくりした。テラスタルオーブを持ってやっと戦闘中にポケモンをテラスタルできるな。ムーンのウッパーは地面タイプにテラスタルしそう。これもらうのって本当は専用の授業受けないとだけど、私が推薦しといたから、さすが生徒会長、権力がやばい。物は試し、戦いながら使い方知っていこう。あれ、この流れはテラスタルのお試しにされる感じのか。おー、刺したかお前。嫌なら私と勝負だよ。はーい。お願いしまーす。さあ、先輩のメンツっても見せてもらおうじゃないの。お、ヤンブースだ。ヤンヤン。よし。ジューダス、ボコそう。え、テラスタル、パルデア地方ではポケモンが化粧化することがあります。それをテラスタルと呼びます。テラスタルテラスタルボタンを押すとポケモンがテラスタルします。テラスタルしたポケモンはタイプがテラスタイプになります。テラスタイプの技はいつもよりとても強力になります。テラスタルは一度使うとしばらく使えなくなります。うまく使って勝利をつかみ取りましょう。ポケモンセンターに回復するとまたテラスタルできるようになります。なるほど。よし。じゃあ、これ R ボタンでテラスタルか。で、地面って言ってたからマットショットでいいのかな。いけ。テラスタルじゃ。かわいい。いいね、地面タイプだからちょっと地球って感じでね。いいぞ。物理は良くない、うちのジューダスに対して。ジューダス。ジューダス。ああ、よかろうよかろうよかろう。マッドショット。今度こそ当てろ。ちょっと待って待って待って、どうしたのどうしたのどうしたの。ちょ、かっこいいところ見せて私に、ジューダス頼むで。毒のダメージありがたいけど、いけ、よし、今度こそ。ほら、おー、これ2倍か。なるほどね。で、素早さ下がって上取れます。おし、ナイス、ありがとうございました。ナイスー。タンタンタタンタンタタンタンタタン。さすがマン、テラスタルもいい感じ。テラスタイプと同じタイプの技はさらに強くなる。え、たまに全然違うタイプにテラスタルするポケモンもいるから戦略の幅がうーんと広がるよ。テラスタルするとしばらく使えないからポケモンセンターでチャージしてね。それじゃ僕はこれでお疲れ様でした。スター団はいわゆるやんちゃな生徒の集まりなんだ。出席率も低いし集団で暴走してるし、先生たちも頭を抱えてるみたい。あの、あ、さっきの子。ありがとうございます。かわいいじゃん。先行くんで。
男の子かな女の子かな、でもイーブイのカバン持ってるってことは女の子かな。うん、えらい人助けしてたんだね。あんま見ない顔、あの子も転入生かな。イーブイのバッグもふもふ。かていざこざも解決したし、そろそろ学校へ向かいますか。地獄の階段頑張って登ろう。これ毎朝登るの、これ結構大変やね。ほんと地獄の階段やん。運動部とかなんかここでなんか登り降りしながら足腰鍛えてそう。さあ学校へ行こう。スター団と謎のメガネの女の子でいいのかな？に会いました。あ、何スイーツって。あ、ここもクレープ屋さんか。ふんふん。ここお店、あ、なんか何箇所かあるみたいだね。同じお店が。へぇー。エントランスホールは？学校のエントランスホールは本棚の本読み放題。本好きにはたまらないの。グレープアカデミー。アカデミー名物、地獄の階段上がってくるの大変だったでしょう。わあ学校だー、でかいの。これあれ、イワンコだっけ。ポケモンかわいいな。中入りましょうか。あ、ここね、あの本棚、本棚の本読み放題って。まあグレープアカデミーへようこそ。ここは学校のエントランスホールだよ。ここの受付で登録すればいろんな授業を受けられるし、校内のいろんな施設につながってる。勝負できそうなくらい広いのに、エントランスやポケモン勝負は高速で禁止なんだ。あー校長先生や。あ、こんにちは。初めての投稿はいかがでしたか。いやー、いろいろあって大変でした。おやおや、大冒険だったのですね。さすがチャンピオンランク、そして生徒会長ですね。ご案内ありがとうございます。友達だから当然ですよね。まあ、あ、先生、そういえばスターダの人たち見ました。なんですって、どちらでですか。校門の階段下でEVバッグの子が絡まれてて、そりゃ大ニュースですよ。今も彼ら会いますか。そんな問題集団なの、問題児の。あ、なんということでしょう。ムーンさん、人助けはいいことですが、入学早々ワイルドはほどほどに。でもさ、まあ、そういう時は先生を呼んでくださいね。EVのバッグ、ボタンさんでしょうか。ボタンさん、学校にいらしてくれて何よ。なんだ、不登校の子だったのかな。一応ネモさん、スターダのことを担任のジニア先生に報告してください。ジニア先生、私の担任にもなるのだろうか。お二人とも教室に急がなくては。うん、私たちの教室、え、1の A まで案内するね。私も高校の時 A クラスでしたね。1の A、2の A、3の A やった。ジニア先生、おはようございます。あ、なんか ゆるい先生じゃない、ジニア先生。今日は大ニュースがあります。知りたい人は誰かな。はいはい、知りたい。ちょっと遅れちゃってたけど、今日からこのクラスに新しいお友達が増えます。ざわ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 。あ、ネモちゃん、さすが一番前の真ん中。どんな子が来るのかな。てか1の A って1年生なのにさ、生徒会長やってよってすごくないね、もちゃん。あ、こんにちは。わあ、この感覚私何度もやったわ。親が転勤族やったから。自己紹介できるかな。ムンデズ。そう、最初第一印象が大事。ざわざわ、元気がいい子だね。皆さん、ムンさんに興味津々ですね。ムンさんに質問したい人は誰かな。はいはい、質問いいですか。彼氏いますか。ムーンさん、ポケモンのどういうところが好きですか。あ、いい質問だ。勝負する、集める、可愛がる。可愛がるところや。あ、そうなんだ、僕もだよ。他に質問がある人いますかね。じゃあ私いいですか。ムーンさんはこの学校で勉強していって、将来何を目指したいですか。強いトレーナーになりたい。絶対なれる、なれるって、一緒にいっぱい強くなろう。ムーンさん、自己紹介ありがとうございます。僕は生物担当のジニア、担任の先生でもあります。
生物なのね。ムンさんの席はそちら前から2番目でお願いしますね。お、隣女の子や。それでは皆さん、これから仲良く勉強していきましょう。よろしくお願いします。なんかちょっとあれね、生徒の動きがカクカクしてるのちょっと残念だな。ここはちょっとヌルヌルはいかんかったか。学校の中は自由に探検してみよう。ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうかなと。なんかバトル学の授業とか、数学の授業とかいろいろあるけど。はい。ということで、じゃあ、次回はグレープアカデミーの中ですね、探索やっていきます。お疲れ様でした。